はい、皆さんこんにちは。.com.com です。動物物語しばりプレイ2パート12です。さあ、こっからトルコ戦に入るんですけれども、まあ花株に関してはしばりは解放します。当たり前ですけど、あのボスフロッグと同じ感じでね、まあなるべくだったら倒したくはないんだけどね。本当はなんやかんやでボス戦で結構しばり解放してると思うんですけど、やはりうちはうちの技量ではまだそこまで行くレベルではないのでね。いや謙虚に言ってるってわけじゃないんですよ。本当に自分の上でじゃ、本当ダメだなってところがあるので、このイベントは一回読めば SAT に入るからある程度スキップ可能性できるんですけど、ミサイルは強化しなくてもいいよね。おっと、おお、ちょっと待って、ビギナーどっちだ。だから怖いっての。おお、一緒。当たっちゃうからね、鼻かぶりに。おーいしょ、ここアンチじゃなかったか。あ、バカ、ちょっと待って、ちょっと待った。ライフスティーだったら緊張感持てたんだけど、なんか急に何も、なんか急にプレイが下手になった気がする。てか、いけ、ハート欲しい、ハート欲しい。この先は回復ポイントがないから、ちょっと待ってくれ。で、フルマックス、鼻かぶ、おー、今来た。おーり、地上。あー、パッケージだ。まあ、どうせマックだから、このまま行くか。いや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 、いや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 。おー、いやー、ちょっと待って。なんか今回ダメだな。ちょっと待って。なんか調子悪いな。いやマジでなんか今回すげえ下手っぴな気がするんだけど、ちょっと待って。おお、ちょっと OK、 近づいて正解。いや、そんなわけはないけど、みんなフリー、私は鼻かぶ増やしますか。増やしてハート回復。おお、ちょっと待って。おかしいな。ライフスティーンの時は緊張感も持ってたせいなのかな。とりあえずあと一発、あと一発、危ない。おーっとっとっと、早い早い、インターバル早い。やべえ、ちょっと手間取っちゃったな、ごめんなさい、本当に。ダメだな。はあ、じゃあここでブレードが手に入るので、以降はブレードで進められますね。正直ブレードは迷宮以降から使えますけど、多分ガンジープレイの、なんだろう、ブロック破壊用の武器で劣化しないっていうか、割と汎用性高い気がするんですよね。威力も高いしから、あのボス戦に使ってもいいし、
あとブロック破壊にも使えるし、まああと劣化してもそんなに威力は減らないので、あ、間違えた、威力が劣化するわけでもないので、割とちょっと待って、Z キーが効かないんだけど、あーちょっと待ってよ、あーちょっと待って、これどういうタイミングでいけばいいの、おーっと、まあ劣化しないからいいと思うんですけど、ちょっと待った、ちょっと待った、なんでこうなんの、みんな寄ってたかって地味すぎでしょ、あ、バカなんでこんなタイミング手に入れる、どうせ接触ダメージに食らうのがオチなんだから、ってかあとダメ体力あと2になっちゃったし、次はここ行く場合というか、ここを避難、ちょっと待って、どうタイミングで行く、多分次だよね、こう、ちょっと待って、迷宮前に抜けた時点で体力見てこれはまずいと思う、したくないな、なんでかだと無傷で行きたかったからな、おーよいしょ、ああそっか、ここにいるんだよね、ここは別に問題ないんですけど、愛か、愛のあそこ難しいな、よいしょ、一緒か、てか逃げてやるのは嫌なんだけど、こいつ接触 8? 飛んでる時の接触8なのかな、あ、そうだ、セーブする必要ないもんね、ここどこ行きゃいいんだいな、考えるか、どうしてもあそこでフルで行くとこう当たっちゃうから、だーほい、おい、ここら辺で、ここら辺で15食らっちゃうと痛いな、よいしょ、わわ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 、だからこのタイミングで、あ、ちょっと待って、このタイミングで手に入れたら潰されダメージだよね、これ2だった、ちょっとさっきより良かったとはいえ、ちょっとこれは先行きを思いやられるな、もう一回ノーダムで行くのかやってみよう、まあ死ぬの覚悟で、だダメだな、ちょっと待って、ルートを考えないといけないな、そして左じゃねえな、右端に行くのかな、おお、ちょっと無理だな、ちょっと無理ですねこれは、はい、じゃあ洞窟物語縛りプレイパート12以上になります、ここノーダメでいけられれば苦労はしないんだけどね。はい、ではご視聴ありがとうございました。